会办得很成功，深受大家好评。灯会期间不仅有数百万国内游客来访，每日更有数万外国观光客莅临，其中以日本观光客最多，他们大都第一次看到如此盛大灯会，都觉得作品很精致，活动很有活力，很成功。イルミネーションが大好きなので、はい、ランタン祭りをやってる今日出発の日に選んできて、とっても盛大で綺麗なイルミネーション見れて嬉しいです。日本の震災、はい、地震、はい、津波、うんうん、あれでたくさん台湾から援助金もらって、うんうん、シェイシェイ。いえいえ、いや、もう最高最高最高、すごい豪華、ああ素晴らしいです。ああすごくダイナミックでね、はい、すごく良かったです。ああ、うん、遠いところからいっぺん来てみたいと思っててね、うん、彼女に誘ってもらって良かったと思います。うん、大阪からです。ああとても素晴らしかったです。感動しました。日本から来ました。大変大きなフェスティバルでびっくりしました。ああ大変綺麗です。とても綺麗でね、楽しいです。这次来参观台湾灯会的外国观光客的接待，县府特别和南投县导游领队协会合作，每天由协会派遣导游志工负责带领和解说。志工的服务获得观光客的肯定，也让志工感到光荣。这段时间呢，我们工会呢陆续接了大概差不多30几团哈。接了差不多2000多位的日本贵客，那一般他们对我们的服务呢，都觉得我们都非常的亲切。也希望这一次的活动可以促进更多的人来南投县这里观光。这一次我们很谢谢我们的南投县政府哈，为我们举办这么好看的灯会，促进我们南投的那个观光。所以呢，我很感谢大家。所有的志工呢来这边为大家服务哈，那也很希望我们这也很谢谢我们这次的一些服务人员的那个精神都很尽责。我们南投县就好山好水，哦，资源丰富，哦，灯区这里都可以展现出来。尤其我们 OK 南投县导游工会全力配合，为了日客大家都。来了好几次，然后也尽心尽力的在带日客，希望大家看到报道可以多来南投走一走，真的是好山好水。2014台湾灯会圆满的结束，大理县长陈志清非常感谢县府同仁的用心与努力，才能以最少的经费展现出南投人的热情活力与南投的好山好水。